美川憲一さんといえば、性別を超えた存在感で知られ、コロッケさんのモノマネで有名ですが、逮捕や若い頃の騒動に関心が持たれているようです。その美川憲一さんについて、年齢は何歳か、本名、経歴などウィキプロフィールと共に調べてみました。美川憲一さんのプロフィール。名前、美川憲一、美川憲一。本名、百瀬祐一、百瀬義和。出身地、長野県諏訪市。生年月日、1946年5月15日。年齢、71歳、執筆時。血液型、A 型。現職、歌手、俳優、タレント。所属事務所、株式会社オフィス三河。美川憲一さんは1946年長野県諏訪市生まれ。複雑な生い立ちで、母親が妻子ある男性との間に出産した子供として生まれています。その後、グミの母親が肺結核を患ったため、2歳の時に母親の姉夫婦に引き取られることになります。家は貧しく、二人の母を食べさせるために高校を1年で中退し、東方芸能学校に入学。1964年に第17期、大英ニューフェイスに合格します。こちらが若い頃の美川憲一さんです。デビュー当初は青春歌謡路線で、美少年キャラクターとして売り出されました。古賀政男さんの指導を受け、1965年に、だけどだけどだけど、で歌手デビューを果たします。1966年、柳瀬ブルースが120万枚の大ヒット。同名の映画も制作され、美川憲一さんにとって映画初出演の作品となりました。1968年の釧路の夜も45万枚のヒットとなり、同じように映画化され、美川憲一さんも出演します。また、同年末に同曲で紅白歌合戦に初出場を果たし、以後74年まで7年連続で出場。1970年には、2連超、大阪の夜、女の朝、と立て続けにヒットを出し、1972年には、コロッケさんのモノマネで有名な、サソリ座の女、をリリース。9.7 万枚のヒットとなります。美川憲一さんの逮捕歴。理由は薬。美川憲一さんは、1977年10月、31歳の時に大麻取締法違反で逮捕されています。起訴猶予となりましたが、同年にリリースされた、駅は優先リクエストで上位にランキングされるなど、全評判の高さにもかかわらず、ヒットにはなりませんでした。なお、この1977年という年は、他に井上陽水さんや内田裕也さん、研ナオコ、内藤泰子さん、錦野明さんなど、多くの著名人が芋づる式に同法違反で検挙され、大きな騒動となった年でした。さらに、1984年に同じ大麻取締法違反で2回目の逮捕となり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けています。これにより、テレビの出演回数が激減し、地方での営業が続くこととなりましたが、80年代末頃にコロッケさんのモノマネにより人気が復活。1991年には17年ぶりに NHK 紅白歌合戦に出場するなど、歌手としてはもちろんのこと、CM 出演やワイドショー、バラエティ番組にもお姉セレブキャラとして引っ張りだことなり、再ブレイクを果たし、現在に至ります。次のページ、美川憲一さんの他の逮捕歴は、カツラなの？画像は？ 3 回目の逮捕はある。なお、2回目の逮捕以降は、逮捕歴はないみたいですね。ネット上を見ると、逮捕歴が3回と思っている人が少なからずいるようですが、実際にはこの2回だけのようです。理由としては、薬物使用というものは常習性が極めて強く、再犯率が高いということがあるかもしれません。2度あることは3度ある、というやつですね。しかし、美川憲一さんに関しては、2回目の逮捕から30年以上経っているので、再犯する可能性は極めて低いものと思われます。
三河健一さんに関しては三度目の正直といったところになりそうですね。他に考えられる可能性としては、以前の事務所からの独立騒動があります。2013年に以前の事務所の社長から衣装や楽譜、三河健一という芸名の無断使用などを含め、違約金などで2億円を超える損害賠償請求の訴えを起こされたという騒動がありました。これはあくまでも損害賠償請求という民事訴訟であり、別に三河健一さんが詐欺や窃盗を働いたわけではなく、刑事事件ではありません。しかし、衣装や楽譜を無断使用して、未だ返却していないという、前事務所の社長側の訴えの内容から、そのように受け取ってしまった人がいた、という可能性が考えられます。なお、2015年7月16日に東京地方裁判所によって、三河健一さんの独立は、双方の事前の同意に基づく正当なものだったと結論付けられ、前事務所によるこの請求は棄却されています。三河健一さんがカツラ、撮った画像は、三河健一さんにカツラ疑惑があるようです。何十年も髪型が全く変わっておらず、しかも黒黒としていますからね。で、真相についてですが、どうやら三河健一さんご自身が、カツラであることを認める発言を過去になさっていたようです。それによると、超多忙なスケジュールのため、セットする時間がもったいないから、という理由でカツラにしているのだそうです。他の理由として、他人に頭を触られるのが嫌だということもあるようです。ちなみにカツラの下は、いつもゴブ狩りにしているのだとか、カツラを外した姿に興味のある人が多いと思いますが、残念ながらそのような写真画像は一切出回っていないようです。カツラを外してシャワーを浴びるときには、マネージャーが入り口に見張りに立つのだそうで、その辺のガードは非常に厳重のようですね。ただ、この話はあくまで関係者の証言なのだそうで、真相は定かではありません。以上、三河健一さんについてでした。